なの。私聞いて、先生聞いてください。私1時間くらいかけて春日になったんですけど。ダメだね、あのキャラじゃなくて、例えばこうスロリとかそういうなんか、なんて言うんだろう、著作権のないものしないといけないですね。はい、ということで現地でトーク会でしか見られないかもしれません。みんな現地でトーク会がマジで来て、もうそこでしか私の好きなものを爆発できないわけだから、まあしょうがないです。これはあのーはい、私だけの問題じゃなくて周りの方に迷惑をかけちゃうので、はい、気をつけます。ごめんね、ごめんなさいね。はい、現地でぜひ見てください。現地でやるのもちゃんと許可を得て、はい、させていただきますので、野村美はもうちょっと大人になろうと思います。レア感あるね、ある。え、これキャラクター映すのがダメなんでしょ。だから今日さ、あ、聞いて、みんな、私今日アニメイト行ったの。もうアニメイト行って、私今日春日になって、そのアニメイトでゲットしたその戦利品をみんなに紹介しようっていうショールームがしたかったの。だけど全部キャラクターだから紹介できないんだよ。はあ、悲しい。もうね、すごい、ちょ、今のショールームもマジ伝説だよ。あの本当にみんなの記憶の中にだけ残ると思う、きっとね。はい、そんな感じです。はい、今日はこれね、キャラクターの名前出すのはいいんだよね。あの春日のカードと、あとはこの素晴らしい世界に祝福を、このそばのアクアと、あとリゼロのエミリアタンとネムリンと、あのエキドナ様ね、エキドナさんがね、あの手元に来ましたので、これはいいよね、これもらったの。ちょっと一瞬見せるね、一瞬。ダメ、これダメ、これダメですか。これ今開くわ。こんな感じで、はい、こういうものをね、買った時に無料でね、あのおまけでもらったりとか、あの主に何を買ったかっていうと、アニメの T シャツを買いました。でもそれに春日とエメリアタンが写ってたから着れない。ある日だから私はレッスンできる、絶対に来てやる、私は絶対に来てやるんだ、これをレッスンで。で写真撮るよってなったら、こういう上着のチャック閉めて隠すけど、レッスンで絶対に来てリハブイに残す、それを。悲しい。あの人生初アニメイトだったの、ずっと憧れてて、そのアニメイトでコスプレ買ったりとか通販で買ってたのよ。でずっと行きたくて、あの、確かにこじこじって大丈夫なのかな。でもショールームでいるから大丈夫なのかな。うん、ちょっと分かんないですね。あの名古屋駅の近くにあるあのアニメイト行ったんだけど、もう最高だね、あんな天国初めて行ったよ。あのお金足りなかった正直、だから初めて行って。でもちょっとこれ謝りたいの、ショールーム越しで申し訳ないんですけど、あの本当はね、マリンちゃんとミレイちゃんとあのアニメート行こうねって約束してた。ごめんごめん、ちょっと裏切って先行っちゃった。だってしょうがないじゃん、スケジュールが合わないしさ。だって今日私お休みだったんだもん。ごめんね、でも絶対に一緒に行って、あの楽しもうね。もっとお金持ってって、私も好きな子のものを買うか。ごめんなさい、ミレイちゃんとバリンちゃん。ミレイちゃん今日誕生日おめでとう。あ、ミレイちゃんに関しては今日も LINE でアニメイト絶対行きましょうねって言ってきてくれたので、私もあのまるで行ってないかのように、行ってないかのように、うん絶対行こう、ハートハートって送っといたけど、
もう行っちゃったの、ごめんごめん、けど絶対行こうね、一緒に行くのも一緒に行った方が楽しいから、きっと一人でちょっとムフフってしてるよりも。マリンちゃんも絶対に行こうね、マリンちゃんも絶対に行こうね。あ、ちなみにあのミレイちゃんにはそのアニメイトで誕生日プレゼントを買ったので、はい、ちょっとマリンちゃんはアニメイトじゃない、もっとなんていうの、お姉さんな感じのものをあげたいので、はい、ミレイちゃんにはアニメイトで買いました、ちゃんと。ちょっとマリンちゃんはなんか大人っぽい何かをあげたくて。ひどいですか、ごめんなさい、ごめんね、けど絶対に一緒に行くから、はい、でもこれ秘密にしずにちゃんと言ってるからごめんねって、ちゃんと素直に謝ったら二人も許してくれるんじゃないかなって私は思ってる私正直だから嘘つけない、言ったって言っちゃうもん絶対、この前来た時もねって絶対喋っちゃうもん。へえ、春日、春日大好き、言い訳メイビープレゼント買ったから許す、ありがとうございます。マリンちゃんにはコスメをあげようって思って、コスメか香水あげたいけど香水ってむずいなと思うから、コスメになっちゃいそう。最近私ちゃんとね、あの今までメンバーに誕生日プレゼントあんまりあげない人だったの、あげないっていうかなんかもう忘れちゃって、時が経ってもう数ヶ月経っちゃったから、なんか今更あげてもなみたいな感じなんだけど、最近メンバーの中でもう誕生日でもない全然数ヶ月経ったのにプレゼントを渡すっていうのが流行ってて、流行ってるっていうかみんな忘れがちなんですよ、お仕事があるから。そうけどさあ、私もらってるからあげなきゃなと思って、はい、倉島の誕生日プレゼントも通販で買って今日届いたし、ちゃんと届いたの、通販できたよみんな、やいやい、うん、とりあえずアニメイト楽しかったなっていうご報告です。すごい戦利品、ラノベ読みたいのたくさんあった。でも私はアニメから入りたい人だから、アニメをまずはたくさん見ることですね、見ます。あの私すっごい見たいのがあって、あの推しが武道館行ってくれたら死ぬっていうアニメがあるんだけど、それがどうしても見たいけどネトフリに入ってなくてちょっとどうしようみたいなちゃんとその他のサイトで見れるからそれ登録しなきゃいけないんだけど、ちょっとケチが出ちゃって、ちょっとでも見たいから、見たいから買おうかなと思ってるけど、ネトフリでね割と何でも見れちゃったりするんだけど、なかったから独占配信、そう見なくちゃいけない。みんな見たことあるの？私まだね、あの1話とかしか、1話とか予告かな、うん、予告ぐらいしか見てなくてちょっと見たいなみたいな、絶対面白いなと思ったし、なんかそのアイドルっていうさ題材じゃん、題材っていうかアイドルが元になってるから、アニメのアニメがアニメその題材になってるアニメだから、私もなんかちょっと見ないなみたいなちょっと見てみたいなって、はい、ちょっと見よっかな思ってます。見なくちゃ死ねない、そうなんですよ、ちゃんと好きなアニメは全部見る、これが私の人生のあの計画です。アニメめちゃめちゃ 見るよ。働く細胞ぜひとも読んでください。あー、え、読む、あ、読むね、あのアニメは 見たよ。
妖怪ウォッチは最近 YouTube かなんかで、なんか昔はそうでもなかったのに、今聞くとエモい曲みたいな感じで妖怪ウォッチのなんか BGM みたいなののメドレーがあって15分ぐらいあるんだけど、その15分懐かしいみたいな、ゲーム超やってたんだけど 3DS で、もうね、でなんかコメント欄もすごい多分同世代の方なんだろうね、なんかすごい泣いたとか書いてあって、懐かしいなって、小学生の時集まって遊んでたなとか書いてあって、いやー妖怪ウォッチってすごいんだなって思った。妖怪ウォッチ大好き、妖怪ウォッチ大好きで、ね、AKB ともさね、コラボしてたりとかしてたし、大好きで、もうすごいね、 BGM ちゃんと全部覚えてました。すっごいやり込んでたからもう耳から離れてなくて、なんなら鼻歌で歌えたもん。歌っちゃったら多分著作権がダメだから歌わないけどいやすごいよね、アニメの力ってすごいよね。まさかメダルとか集めてた？メダルとかはなんか集めてたんだけど、なんかあげちゃった気がするんだよね、誰かに、友達かな、あげちゃった気がするんだよね、あげちゃった気がする、ちっちゃい頃の友達に。てかメダル持ってても、あれ持ってなかったのよ、持ってなかったからウォッチ持ってなくてダメだった、意味なかったの、ただイラスト書いてあるコインみたいな。プリチー召喚クッキーありがとうね、マシュマロもありがとうございます。そうだからちょっと頑張ります、次のそのコスプレの許可を絶対に私は得るんだ。だってさ、なんかすごい、なんかまあなんかコスプレ見たいって言って会いに来てくれる方もたくさんいるだろうし、なんかね、自分の好きなことをアピールできる場っていうのがすごいいいなって思うのよ。はい、みよちゃんの影響でアニメ見始めた。嬉しい、ほっぺで拍手ありがとうございます。すごい、語りましょうね、いつか、いつか語りましょう。てかなんかその SKE で今なんかそのアニメ好きって言ってる人、まあたくさんいらっしゃるんですけど、なんかそういう方々も一緒になんかその SKE とそのアニメ好きの方々をつなぐ架け橋的な人になれたら最高だなと思うから、もっと詳しくなりたいなと思ったし、そのアニメといって、まあ、知らないアニメもちょこちょこあったから、あ、これはもっと詳しくなりたいって思った。見に行こう。でもそのね、コスプレ見たいじゃなくてみよちゃんに会いたいと思ってくれる人がいるのはもうとっても分かってることだし、すごいそういう方がいてくれてこその、はい、私なので、ぜひ、はい、みよまるに会いに来てください。そうなんですよね、最近メンバー領域展開めっちゃするよね、みんな強いんだな、マジかっこいいよね、いやなんか強すぎて言葉も出ない、いやー行こうか。いや豪傑ね、豪傑懐かしい。そう、二次元同好会とかコスプレしてたりとかするじゃん。昔は。最近ないよね。同期ともそのコスプレ的なのをしたいのよ私は。絶対可愛いじゃん、絶対可愛いよ、みんなにポケモン
とかにみんなをポケモンにしたい私は。あ、いつもありがとう飛んできた、ありがとうございます、ありがとうね。今日は猫ちゃんいないの？いるよ目の前にね。お母さんちょっと あ、いいよ大丈夫、寝てたから大丈夫。いや倉島絶対可愛いよねポケモン。ハチキをポケモンに例えるとやろうよ。私はね、あのなりたいやつがあって、ブラッキーになりたいのよ。ブラッキー、あのイーブイの進化系なんですけど、ブラッキーになりたくて。ブラッキーの着ぐるみとかあるんで、あの可愛いなって思う。ブラッキーになりたいですね。あのカホちゃん、カホちゃんはルージュラです。なんか自分でもなんか言ってたんで、マリンちゃんはあのヌオーです。あ、コダックも可愛いね。ヌオイズリーはあのヤドン、ヤドンじゃなくない？ヤドン、そう、あんなぐったりしてるかな、イズリーあんなぐったりしてるかな。あ、ムチュールね、ムチュールかな。ヌオはね、私好きなポケモンなんですよ。私ヌオとあのギラティナが好きで、ちっちゃい頃ポケモンパンで必死にカード集めて水筒に貼っつけてましたヤドンやばいね、ヤドンマジやばい。でもヤドンって可愛くない？ピンクで角生えてさ、可愛くないですか？私結構好きだよ。ルーちゃんは、ルーちゃんはなんだろう、ルーちゃんってなんだろうね、なんだルーちゃんなんだろうな、トゲピーとかなんだろう。ルーちゃんをポケモンに例えると、あ、プリンだ、プリン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 、イエイ、プリン、プリン。ルーちゃんはプリンだ、ルーちゃんはプリンだ。だって目がクリンクリンでもうこぼれ落ちそうだもん。ルーちゃんはプリン決定、決定です。あ、あー、いいね。姫クマだっけ、姫グマだっけ、姫グマだっけ、いいね、とってもいいね。進化してもなお可愛い、素晴らしい。プリンだわ、これはプリンだ。で、あと誰言ってないっけ。倉島は、倉島はね、なんだろう、倉島はね、倉島はゼニガメかな、なんだろう、なんだろう。倉島は、倉島ピカチュウとか、なんだろう、なんだろうね。倉島亜美検索ちょっとポケモン似てるのないかな。でもピカチュウっぽくない、倉島って。どう、ポッチャマ、エイパム、エイパムいいね、エイパムかわいいね、エイパムかわいいな。クラシマってなんだろうな、クラシマなんだ、あの子ちょっと撮っておこう。じゃあネガイちゃん、ネガイちゃんは、でもなんかさ、なんか願いみたいな、願ってるポケモンいないの？願いを叶えるポケモン。ジラーチ、ジラーチ、ジラーチじゃない？ジラーチ、名前で言うとね。でも見た目はなんだろう。ネガイちゃんはね、なんだろうな、ネガイちゃんジラーチやんね、やっぱちょっとネガイみたいな
願い、みんなのお願いっていつも言ってるよね。ジラーチか、なんだろう、あ、エレブ、エレブ、あ、なんですかね、願いちゃんって何なんだろうな。あの、願いちゃんはジラーチにしましょう。じゃジラーチで、横にゃんはやっぱ猫系じゃない。横にゃんは何だろうな、なんだ、わかんなくなっちゃった。横にゃん、でも猫だよね。猫ポケモンで調べよう。猫ポケモン。でもなんか結構はっきりした顔のポケモン猫、なんだろう、なんだと思いますか。なんかニャースでもないんだよな。ニャースの進化、え、ちょっとめっちゃさ、めっちゃさ、キューコンだよ、キューコン。横にゃんはキューコンじゃない。めっちゃキューコンやん。さ、サバムラやばい、サバムラやばい、サバムラ強すぎじゃない。ちょっとでも確かにやってることサバムラなんだよな。あー面白い、サバムラやばいな。でもキューコンだと思う、可愛くない、キューコン。はい、キューコンかな、かな、かな、かな。いやー、いいね。ゆずぽ、ゆずは、ゆずなんだろうな、キリンリキとか、ゆずはキリンリキとかじゃない、なんだろう。めっちゃゆずってキリンリキじゃない、めっちゃキリンリキやん。ゆずぽはキリンリキです。どうでしょう、私のポケモン8期生なんだよな、どうでしょう。うん、面白いな。いや、その他に何か意見がある場合はこちらまで、コメント欄まで。面白い、面白いな、最高に面白いな、8期生って。 SKE みんなをポケモンに例えることも全然可能だよね、そんなこと言ったら。いや、私って何だと思いますか。自分的にはブラッキーになりたい、いつか、いつかブラッキーの着ぐるみ着たいなって思って。ポケモン詳しくないので次はドラゴンボールで。ドラゴンボールか、じゃあ私はドラゴンボール、私フリーザ様になりたいな。フリーザかベジータになりたいっす。お願いします、お願いカカロット。むずいね、さすがに女の子たちをそのさ、ね、むずくない、ムキムキに例える。スターじゃん、ミュウツー、ミュウツー強いじゃん、やったやった。スイくん、スイくん一生捕まえられなくて DS でめっちゃもう怒ってたもん私。スイくんなんで逃げるの、見つけても見つけても逃げられるし捕まんないんですよ。マスターボール使えよ。18号かわいいよね。あ、クリリンもいいな。でも私はダメ、フリーザになる、フリーザになるから。私ミュウツーに見えてきた、マジか、大丈夫か。うん、はい、あのベジータ、ベジータか、どっちがいいかな。いや、ベジータも可愛いよね、結局、結局可愛くない、なんかいい性格してんなと思う。フリーザで。
フリーザ様です。今日から私はフリーザ様。どっちもね、LINE スタンプ使ってんだけど、フリーザですね。リスケしましょう。スタンプ53なんです。ちょ、ドラゴンボール私もそんな詳しくないからさ、勉強するわ。あのナルトも全部見たいなと思ってるし、そう、まだついていけてないものが多いんですよ。フェアリーテイルとかはもういいんだけど、フェアリーテイルめっちゃ好きで、私がアニメにハマったのは多分フェアリーテイルからだと思う。フリーザコスプレ、フリーザのコスプレは多分ね、よっぽどのことがなければしないと思います。はい、ね、長いよね、なかなか長いですよ。頑張ろう。呪術廻戦追いかけ中、頑張ってください。アニメはね、意外に見るの時間かかるよ。一日で一つ見終わるくらい見てる最近リハーサルの合間に、車の移動中とか みんな好きなアニメあったら教えてくださいね。見るから、みんなと話せるようになりたいから。ちゃんと今は、俺だっけ、僕だっけ、俺か、俺の妹がこんなに可愛いわけがない。こんなに可愛いわけがないを見てます。カードキャプターさくらがなかなか終わらないです。長いよね、割と長くて私もびっくりしたけど、可愛くてめっちゃ見ちゃった。可愛い、可愛くて仕方ないわ。あのやっぱり可愛い女の子が出てくるアニメがいっちゃん好き。可愛いです。〇〇メールの返信で気になったアニメはありましたか？なんかね、一人めっちゃ気になった、めっちゃ可愛いキャラクターの子がいたのよ。ちょっと名前忘れちゃった、調べよう。あのね、超可愛い黒髪のキャラクターだったかな、なんかめっちゃ可愛いなって思ったんだよ。でもなんか英語で読めなくて、英語で読めなくて、あ、なんだろうって思ってすぎちゃった、ね、これだ。アクセルワールドの黒雪姫、めっちゃ可愛いと思って、可愛い、返信くれた人ありがとう、思いました。今日前に来たよ、ありがとうございます。それが可愛いと思った。と見てみようかな、いつか。ヤバマルが。でみんながなんか私の どんなアニメのキャラクターが見たいのかは気になりますね、素直に。あのでも黒髪系しか今んとこはできないので、私多分ウィッグ似合わないんですよ。ウィッグ多分似合わないというか、あんまりなんか挑戦というか勇気が出ないので、地毛でできるアニメのキャラクターは大募集中ちなみにそうだから私がコスプレするよって言った時は大体黒髪のキャラかな。今日アニメと言ったんだけど、私が好きなのめっちゃ昔のアニメなのね。昔のアニメすごい好きで、クリーミーマミーとかランマ、あとね、何が好きかな、犬夜叉も好きだし、犬夜叉最近やってるよね、汎用の夜叉姫になって。
金髪のビッグが似合いそう。本当？金髪か、似合うかな。浮きそうじゃない？どうだろう。ね、昔の幅も広いんですけど。あのでもやっぱ最近何よりも可愛いな。あの鈴宮春日の憂鬱大好きです。大好き。もう春日可愛い。もう春日が可愛いんですけど、どうしたらいいですか。あー可愛い。春日になりたかった今日。うん、春日だから今日のテロップピエンなんだよ。春日のコスプレしたらバンされちゃったからごめんなさい。金髪ならカラコンしないといけないの。確かに違和感ありそう。どうだろうね。金髪になったことないからわかんないや。セーラームーンやってほしい。かっこ願望。セーラームーンはね、私コスプレボーリングで第一希望にあげたんだけど、できなかったやつですね。セーラーマーズになろうとしたけどなれなかったからいつかやりたいなと思うけど、寒そうだなと。現地で特会換気がすごいからさ、結構寒いのよ。でもいつかやりたい。そう、セーラーマーズになろうとしたけど無理だった。だからゴスロリしたんだけど。そう、著作権ですね。私はこれから著作権とたくさん戦っていくことになるのかな。頑張ろう。進撃のミカサお願いします。いやー可愛いよね。可愛いんですよ。ちょっとブラッククローバーのキャラクターも可愛いしなみたいな。でもブラッククローバーは黒髪のキャラクターっていましたっけ？女性で。仮面ライダーズロワンのイズちゃん。なんかロングのシーンあるよね。どうぞ。ありがとう。ラムちゃん。あーねー、ミモザ可愛いな。ブラクロだったらミモザが可愛い。可愛いな。めっちゃ可愛くない？グレイかわいい。ノエルかわいい。ミモザマジかわいい。ヤミ団長は、まあ、黒髪だけど筋肉つけなきゃいけない。シスターリリー黒髪じゃん。シスターか。シスターリリー結婚してください。僕には心に決めた人がいるんです。面白いね、アニメっていいな。でもね、アニメ全然詳しくないって人でも全然会いに来てほしいです。全然普通に普通の人間なので普通にお話もできますよ。普通にお話ししましょう。気軽にぜひ会いに来てください。受付中です。普通の人間でもいいですよ。全然いいよ。そうですね。でもまあ何でもいいです。何でもお話ししましょう。見守るしか見えない。私固定コメ全然変えてないや。ショールームの私のゴスロリがめちゃめちゃ集まったらいつかメンバーにも来てほしいとは思ってる。まだまだねコレクション集まってないので。ゴスロリはなんせ高いのよ。みんなさ、私金銭感覚おかしいやつって思ってるでしょ。 SK48 の平均を見てる人はね、絶対そう、絶対金銭感覚おかしいやつだと思われてる。
けど高いものは高いって思うよ、もちろん当たり前じゃん、何万とか高いじゃん、ケチだよ私言うて。だからあのちゃんと高いなと思ってそんなにバンバン買ってないから大丈夫大丈夫。そうあのねロリータ、そのゴスロリで靴から髪飾りだったりとか、まあ、一番高いのはこのドレスなんだけど、一番高いんですよ本当に、すごい高くて本当に3万とか余裕でいっちゃうから毎回はできないじゃん。ラジオ聞いたよありがとう。そう昨日あやかぴょんとの忍者内容が放送になってたんですけど、みんな聞いてくれたかな。結構なんか自分でも聞いたんだけど割とテンション高かった今回のラジオ。みんなあの後からも聞けるので、あのラジコっていうアプリがあるんですけど、そこからぜひ、はい、SKE のラジオ聞いてください。聞いたよありがとう、ありがとうね。今の何？ティーティー。めっちゃ流行ったよね昔。ふん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 。なんか泣いてる絵文字に似てるみたいなやつ。TWICE、 TWICE めっちゃ聞きますよ。めっちゃ可愛い。可愛い。かわいい。一番好きなのはフィールスペシャルです。昨日の忍者内容面白かった。やった、ありがとうございます。外地告知配信終わった。あ、今日誰だったんだろう、今日誰だったんだろう、ごめんなさいね毎度毎度かぶせちゃって、ごめんなさいね。今日誰だったのかな、誰だったんだろう。猫、猫今いね、いるよ。ゆうちゃん、ゆうちゃんショールーム出てくれる？猫です、猫です。ハルヒのコスプレって終わりましたか？あ、そっか、ま、見てない人わかんないよな。あの終わりました、はい、あのいろんな意味で終わりましたいろんな意味で終わっちゃったなみたいな感じですかね、はい、あの著作権って知ってますか？はい、それでちょっと撃たれました、私バーンと、はい、ゆずと申します、ゆうちゃんって呼んでください。ゆず、そうだから今日のテロップはピエンだよ。ゆうちゃんあったかいね、なんか最近太ったの。そう一時期すごいちょっと痩せちゃったんだけど、ご飯を変えたらなんか栄養価の高いものにしたんですよ。そしたらいい感じにポヨンポヨンです。今この辺、あ、ごめん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 、今これ手が遠い位置になかったら私多分結構やばかったと。ごめんね、はい、お膝に戻します。あ、噛まれました、ごめんごめん、マジで怒ってる、マジで怒ってる、助けてみんな。あ、あの今日はアニメイトに行っていろいろ戦利品あるのでゲットしてきたんですよ、欲しかったもの。だからついてないとは言えない。すごい千万両飛んできた、ありがとうございます。5番、
気はついてないね。ダメなんですよ、あのついてないって言ったらついてない日になっちゃうから、ついてたついてたって言ってたらもっとついたことがあった時にね、毎日ハッピーってなるから。はい、すごい5000人いった、ありがとうございます、嬉しいです、嬉しいのでハレハレ愉快を踊りたいところですが今日は踊れません。アカペラも多分ダメだから踊るだけ踊るわ。はい、あ、 TikTok にあるよ、 TikTok にハレハレ愉快踊ってるからぜひ見てください。なかなかねコメントもいいねもなかなか伸びたものなのでよかったですね。ナララコッペパンはどうなんですかね、わかんないです、ちょっとルール確認しますね。ちゃんとと、りあえず、はい、私はアニメが大好きです、以上ということで、ちょっとねいつまでやろうかちょっと迷ってる。なんかねそうなんだよね、コスプレした時にアニソン踊れたら最高じゃなと思って、ちゃんと最近アニメ見る時にアニソンスキップしないよ、オープニングとか。マシュマロありがとうございます。あ、そう、大富豪がね、今月ちゃっかりちょっと CM 狙っていけたらいいなって思ってるんだけど、はい、ちょっとちゃっかりなので、そうですね、私もちょこちょこやってるんだけど、はい、ぜひ大富豪一緒にプレイしていただけると嬉しいです、お願いします。そうなんですよ、今日じゃないや、今ねイベント中なので、すごい頑張ってるメンバーがたくさんいるので、そう、頑張りましょう、ぜひ、はい、無理はしなくていいなと思うんだけど、今月は楽しみながらできたら嬉しいです。え、今日さ、私のシュタンプちょっと出かけたみたいな感じですか、あれ。私ちょっと見逃しちゃったんだよね、自分のやつ。それ今ロックボックスやってますね、シュタンプ。でもそろそろだよね、私のシュタンプ。シュタンプ、大富豪は性格の一部生活の一部だって。私はねもう本当にルーティーンですよ。赤じゃなかったのまあ無理だよな、ごめんなさい、私が赤にしてくださいって言ったら無理だった。にゃんみたいなやつ、あ、私かな、え、にゃんになっちゃったのか、あ、私の第一希望通らなかったや。ピエンピエン、なんだろう、まあ楽しみにしてきます。そう、まだねわかんない、もう一回出てくるってことじゃん、だからちょっとまだ期待してる、ちょっとだけ。楽しみにしてよ。コスプレボーリングのカード出てほしい。いつか出るかな、出るといいですね、せっかくやったのに。ピエンシュタンプ今のところ2つある、確かにありますね、ピエン2つある。あれ誰のピエンなんだろう、1個はエナちゃんだよね、エナちゃんのピエンがあるのは知ってるんですけど、ピエン、あ、マリンちゃんか、マリンちゃんか、ピエン
ピエンはいつまで流行るのかな。動画カードもう一回チャンス欲しい。もう来ない気がする。だって今回のロックボックスもなかったからない気がします。私も持ってなくて、もう本当に欲しいんですよ。大富豪のスタッフさんに会ったら絶対に言おうって思ってるんだけど、会えないんです。なかなか私ね、メンバーのシュタンプはいつ買えなくなるかわかんないので、全メンバーのやつ持ってますよ。全メンバーのシュタンプ持ってるので、はい、PN は2個所持しています。あれ結構高いよね、すぐなくなっちゃう。そう、全部所持していて、好きな時に好きなものに変えてやっております。タンプ、そうなんです。今ねセットしてるのはあざまる水さん、今日も可愛くてすいませんてんてんてんと、あとなんだっけ、嬉しいなと、あとなんかクラッカー鳴らしてるやつと、よいちょ丸です。使ってないのも正直あるけど、今日前に来たよ、ありがとう。大富豪ガチ勢、まあなんかガチ勢というよりかはもうなんかなんて言うんだろう、趣味みたいな。携帯の中にカードじゃないや、ゲームがそもそもそんなに入ってなくて、そうあんまり入ってないんですよ。大富豪とあのなめこ入ってますね。なめこはね15分に1回収穫できるので、おはまる頑張ってください、ピエンやったねです。あ、ぜひよいちょ丸もやっていただいて、よいちょ丸は誰か自分じゃない人が先に上がられた時によいちょ丸っておめでとうっていう、よいちょ相手を持ち上げるみたいな。ポケモン GO はね、ポケモン GO ちょっと最近離れちゃったけど、あの決してはないです。やりますね、やる。なんかね、大富豪のイベントかなんかの時にちょっと離れちゃって、その時からやってないんだけど、でもまた開いたらハマっちゃいそう開いたらハマっちゃうパターンですよ。よいちょ丸、あ、そうそうそう、え、知らなかったの。そういうあのよいちょ丸でググってみてほしいんですけど、意味はよいちょ丸って調べると出てきますよ。意味、よいちょ丸、意味、よいちょ丸とは。はい、たまごっちは毎日やってますよ。ちなみにたまごっち毎日やってるよ。今のたまごっちまだ赤ちゃんなんで、すぐ寝ちゃうし、はい、結構機嫌悪いんですけど、ぐでたまと結婚しました。最近ポケモン GO 今結構やってる。いや、ポケモン GO ってね楽しいですよね。あざまる水さん、よいちょ丸はありがとう、幸せといった意味になります。あざまる水さん、よいちょ丸、よいちょ丸、よいちょ丸って幸せって意味なの。私相手を持ち上げる的なものだと思う。じゃがりこなら何味が好きですか。今日じゃがりこ食べたの。そう、あのねメールで送ったんだけど、じゃがりこを食べたんだけど、今日お腹空いて、サラダ味がいっちゃん好きよ。サラダ味の次にじゃがバターかな。まあなんか幸せを感じた時に使っていただけると、よいちょ丸は。はい、みんなも自分も幸せ、つまりはウィンウィン。はい、誰もが幸せになれる言葉ですかね。あ、ハッピーとかそういう意味なんだ。
なんか若い子が使うと全部そうなっちゃうよね。あ、ピエンなの？あ、今日はちょっとピエンかな。ちょっとピエンだけど、あのさ、あのいろいろあったんですよ。いろいろあったの。そういろいろあって、今日ショールーム中に、はい。今がよいちょまるだよ。それ使い方違うよ。今がよいちょまるだよ。よいちょまるだけでいいんだよ。よいちょまる。そう、コスプレしたの一瞬。浮気は病気種スタンプまだですか。浮気は病気種スタンプはね、まあ、第3弾にちょっと交互期待かな。はい、第3弾があるか分かんないよ。大富豪が続くように私もたくさんゲームやります。浮気は病気か。浮気は病気スタンプはどこで使うみたいな、あの私のファンの人に私が遭遇して、私のカードじゃない他のメンバーのカードを使ってた時に使うの。やだよ、そんなん、なんかうわこいつなんだよって思われちゃうもん。第3弾あるといいね。ねえ、気まずくない？大富豪すんの手もう動かさなくなっちゃうでしょ、みんな怖いって言って。そうはなりたくないから、ちょっともうちょっと可愛いの作る、可愛いの作る。面白いな。ピンクで可愛くすればなんとか。でも結局自分のサイルームカラーになっちゃうから緑だと思う。緑っていいよね、優しい色なので私は好きなんです。閉じ込めてほしいスタンプ、閉じ込めてハート。意味わからん。あのゲームで対戦しててさ、いきなり相手から閉じ込めてって来たらめっちゃびっくりしない？やだやだ、恥ずかしい。めっちゃ面白いけどね、めっちゃ面白いけど何言ってるんっていう。面白すぎ。あ、てかそろそろ終わろうかなって思うんですけど、今日はちょっと春日になれなかったんですけど、春日っぽいポーズをして終わっておこうかな。春日ってこんなポーズするよね。あとはね、これは春日じゃないな。まあ、いっか。画面の前のあなたはビームに打たれたことでしょう。はい。ということで、そろそろ終わろうかなと思います。皆様見ていただきありがとうございました。はい、ただいまですね、あの、SK48 27枚目シングル「恋落ちフラグ」の特典イベントで現地でトーク会がね、はい、受付中なので、皆さんぜひこちらのバナーからお待ちしております。よろしくお願いします。あ、カミングフレーバーの YouTube もチャンネル登録お願いします。ではね、皆様今日はいろいろありましたが、見ていただきありがとうございました。じゃあね、みんな。また会いましょう。バイバーイ。またねー。おやすみよさん。おやすみよさん。バイバーイ。またねー。